おいっす、こんにちは、アメルです。今回なんですけども、本当だったら、普段だったら多分ね、この動画、多分音声つけないんですけど、やっぱりね、こう、アメルさんの声が聞きたいな、みたいなね、あの、コアなファンがね、いらっしゃるけど、やめよう、このくだり。はい、ということで、今回なんですけども、こいつ、チェンジ、ブラックシンカリオン、チェンジ、ブラックシンカリオンを使っていくんですけど、めっちゃ声響いたな、今。やば。おばあちゃんびっくりするわ。ってことで今回は青龍&ブラックシンカリオン、くれない、わからん読み方は、っていうのを使っていこうかと思うんですけども、ですね、このキャラちょっと欲しかったんですよ。どうしてもちょっとどこぞのプロゲーマーに見えなくもないですけど、プロパズドラーのね髪型に見えなくもないですけども、ちょっと欲しかった。そこが理由じゃないですよ。うん、そのホモとかじゃないんですけど、やっぱ欲しくてですね、やっぱ闇属性の攻略10倍で、闇の L 字消し組むだけで400倍出ると、リダフレで組めば、でなおかつ闇の2コンボにしたら追撃もできちゃうと、いやーやばいでしょ。シンプルにやばいと思うし、なんだったらランダムでも今後ゼウスバース杯的なエレインイエガー的な感じのリーダーが輝く場面でブラックシンカリオンでもいけるっていう可能性があるし、 L 字で相性がいいんでね、まあ加点もいいといったところで、このキャラ使っていきまして、このキャラの強さを実感して欲しかったので、今回なんですけど、まあダンジョンちょっと見えてたと思うんですけど、チャレンジダンジョンレベル上落ち込んなしですね、こちらの方をただ攻略するんじゃ面白くない。そう、タイトルとサムネイルを見てもらえばわかると思うんですけど、テートミックさんが言ってたんだけど、でこれをやることになったらタイムアタックやってみようかなと思います。はい、ということで目指せ1分以内。いけ、無理か。1分以内は無理だな。はい、ということで、やってみます。ちょっとね、まだクリアしたことはないですが、一応、理論上これでいけるはずなんで、いきましょう。はい、もうバトルは始まりました。はい、闇がないです。やった！はい、ということで、気を取り直してやっていきましょう。お、いいね。こういうのですよ、こういうの。こういうのがいいね。闇が最初5個ないとね、正直やる気起きないわ。もうランダンだから、もうこれは。もうこれはランダンなんで。さあ次がネルギガンティを打って、 L 字消し、死の追加攻撃で突破できる。おいで、回復力もしっかりある。闇が少ないね。これはもうミラーボ打っていくしかないかな。ミラーボっていくか、しゃーなしのミラーボだこれ。ほい、で次のターンは大丈夫。ちょっとね、ネルギガンティが不機嫌なのよ。なんかネルギガンティが不機嫌なわけよ。4も遅延するのやばくない？ 4 はやばいと思う。気分乗りすぎだろ、4って。ちょっと、4は効いてない。で次は、次ね、硬いんでね、ここはこれ使っていかないときついんですよ。はい、これあと1でしょ。1、2、3、足りないでしょ、明らかに。明らかに足りてないと思うんだけど、もうしょうがない、これこのままいくしかない。このままいくしかないわ。このままいこう。いいんじゃないかな。いいんじゃない、むしろ良かった説。むしろ良かった説。これでいってくれ、これでいけ。よし、OK。結構いいと思う。結構いいと思う。本当はコンボ加算使おうと思ったんだけど、なんかうまいこと言ったんで、これでいいんじゃないかな。さあ、どう？これでどれぐらいのタイム出た？ 2 分切った。1分57秒9。何なんだろう、これ。ということで、今回は、ダークシンカリオンですね。こちらを、布教するべく、ちょっとチャレダンレベル10のタイムアタックをしてみました。結構強いんですよ。ただ、軽減がないのが本当に残念なんだけどね。だから、周回とかではかなり役に立つ場面があること、あるかと思うんで、弾けた方はね、使ってみてください。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。